イベントを開くこと自体僕自身初めての体験でして、写真をアップしながら枝豆の生育状況などを皆さんにお伝えすることができ、でその枝豆をこうやって皆さん来てくださって体験できるっていう、もう本当に素晴らしいイベントだなっていうふうに感じてます。で何よりもその子どもたちが本当に楽しんで収穫体験を行ってくれたことが僕にとって一番嬉しかったことですね。なかなかその都会に特に住んではる方とか、こういう自然の場で農作業体験するっていうこと自体なかなか経験できないことかなと個人的に思いますので、まあ、今後もねこういうイベントを開き上げていけたらなっていうふうに思っております。普段やっぱり大阪の都会の中で仕事してるんで、やっぱりこういうのに触れ合う機会ってめったにないので、普段食べてるものを直接触れて収穫してすごい楽しかったと思います。大好きな枝豆いっぱい食べてめっちゃ嬉しかった。おばあちゃんがこういう豆を取ってんのは見たことあるけど切ったことはない。ライクリンクをきっかけにいろんな方と知り合ったりとか、景色というか見れたらいいなと思います。リンゴ狩りとかそういうのにないじゃないですか、このジャンルって。だから結構すごい新鮮で楽しかったです。ライクリンクさん通じてなんかいろんなそういう情報があれば、いろいろ社会貢献少しでも役に立ちたいなっていうのは今思ってます。楽しかったからまた今度もいろんな食べ物を収穫したい。まだまだ新しいねサイトでこれから広まっていくとは思うんですけれども、まあその中で僕のその取り組みであったりとか興味を持ってくださって、まあリンクやフォローしてくださるような方がもっともっと増えていってもらえたらなというふうに思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。